代打でこう出てきたり、高橋さんすごいんだから、うん、揺れたよ甲子園。ナイスいったーっていうね迎えたんですけど、自分がもしその立場でいざなった時に簡単に打てるか。江藤だけですよ。あ、そうか。あの野郎さ。あの野郎。さあ今回は宮本和智さん、檜山慎二郎さんをお招きしました。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。私はねこのお二人はもうプロ野球を一番見ていた時に。もうご活躍されてたお二人なので、そうっすか。いやそうですよ。私今はこの妊娠とかがあったんで家にいる時間が多くてずっと中継見てましたけど、うんうんうん、やっぱり自分が野球してるとその時間練習してるので泣いたっていう時に全然見れなくって、逆にちょっと前の方がずっと野球を見れてた時代なんですよね。なるほどね。なんでなんかそのお二人がここにこうやって並んでらっしゃるというのが、でも僕も宮本さんは見てた立場やからね最初は。ちょっと待って人質扱いしたよ、人質扱いしてるよ。ちょっと待って檜山君は何年入団の何年いいんだ。僕92年に1年目です。今日の亀山新庄フィーバーで、はいはい、92年ね、はい、俺は85年入団の97年引退なの。だから5年はかぶってるんです。そうなんですね。ただもうその5年はほとんど出てないから、やっと出だして多分 2年3年ぐらいなんで。ああそうな、そうかそうか。私の宮本さんがプロ入られた時はまだこの世に存在しなかったです。うるさい。だからもういいよ。そうなんですよ、じじいなんですよ。還暦前だよ。じゃあ、はい、でも若いですよね。変わらない。いや若くねえよ。いやこんなに日焼けされてる。違うよ、ね、これはただ野球見てるからこうなったの。女子野球の練習やつはこうなっちゃったの。ありがとうございます。見てみろ、こんなんだぞこれ。この日焼け、これゴルフ屋じゃないんですか。なんでここで国開けるんですか。いや短パンでソックスここのあれだから、こんななってんだよ。こんななってやってんだよ俺。でもそんなお二人ですけれども、はいはい、多分その6歳差ぐらいなんですか。59、僕今年3ですね。なりました。もう53になったの。なりました。うわ、いやもうジジイになったな、はい、でしょ。もうおっさんですよ。そう、はい、もう口だけ番長になってきました。でも頑張ってんじゃん、ゴルフ番組とかやったり。そうですね。ねえ、もうちょっと最近コロナ禍であのゴルフ番組終わっちゃったんですけど。あ、そうな、はい、そうなんだ。でも大会出らして、人生初の大会。すごい。ルールわからないからどうしようと思って。それダメでしょ。あの、まあ、一応教えてもらいながら、うん、あの、分からないからキャディーに元あの、まあ、引退したんですけどプロのゴルファーついてもらって、うんうんうん、はい、あこの時はこうしなきゃダメだよとか、はいはい、野球選手ってゴルフお上手な方多いですもんね。みんなこうハマっちゃうか、もうゴルフはもう遊びでいいやって、もうどっちかに分かれちゃう。なるほど、ね、入る人は入るよね。はいはい、なります。宮本さんはやられないんですか。いや俺、僕もやりますよ。やりますよね。僕やるんだけどそこまでハマんないですね。じゃあ遊びぐらいな感じで、プロ野球の OB のやつで、あ、僕はいつも誘っていただくじゃないですか。ちょうど僕番組があって行けないんですよ。一回も出たことない。一回もないんですよ。毎回誘っていただくんですよ。あれやるぞ12月今度。あ、12月になったんですか。やるやる、今度なったの。でもなんか曜日いつも火水とかな。え、そうだな、水木とかでしょ。大丈夫ですか、カメラ回ってないんですけど。2人ともちょっとカメラの方で忘れてらっしゃるような。日曜っての月火だ。月火ですか。あ、うん、いけるかも。いける。あ、言っとく言っとく。早めにお願いします。 OKOK、okay, okay. はい、今の子でもこの話してる感じ、お二人のこう関係性というのはなんとなくこう分かったんですけれども、うん、そう、昔さ、はいはいはい、うちの娘長女いるんだけど、はい、34歳の、はい、あの檜山君のマネージャー。マネージャーやった。あ、そうなんですか。そうプロダクション、ホリプロの。実際にこう対戦された時のこととかって覚えて、初対戦とか。いや、あります。若かったから、うん、左対左っていうので、うん、僕あんまり対戦させてもらってなかったかもしれない、うん、そうだね。どちらかというと そうかもしれない。もうその後のだって檜山君の甲子園のもうね、代打でこう出てきたり、高橋さんすごいんだから、代打、檜山って言ったらうわーってすごいから揺れたよ甲子園。まあ、でもあれはでも僕のやっぱり先人であるやっぱり八木さんが、八木を確立しましたね。八木ね、はい、アナウンスがなんか聞こえなくなるんじゃないかなぐらいの歓声でしたよね。実際の対戦っていうのはあんまり、そう、あんまり、うん、あんまり数多くはないと思う、うん。宮本さんはこう檜山さんに対してこうバッターとしてどんな印象をお持ちになる。いや、やっぱり考えてる檜山君が いるんですよ、はい、だからこの狙い球を絶対に外さなきゃいけないとか、はい、もう読み合いだよね。もう代打ってやっぱりもう一球勝負じゃない、はいはい、初球がもうバッチリ当たったらガーンってくるし、はいはい、もう3球しかストライクないわけだから、そこで来るわけだから、
もう読み合いだよね、うん、裏の書き合いっていう、うん、でも僕はもうその前に八木さん見てたから、八木さんってすごかったんだなって、うん、自分が代々の立場で初めて、うん、その前は僕レギュラーでねずっと出て、はい、代々八木さんってなった時に、うん、もう気軽にお願いしますお願いしますお願いしますもう裏でも八木さんが必死にバット振ってておい八木行くぞって言われて、みんなもう若い選手はお願いしますみたいな感じだったんですけど、いざ自分がそれでまあ八木さん結果出してたんで、はいはい、うわすごいなと思ってた、ただ単にやっぱり八木さんすごいナス行ったーっていうね迎えてたんですけど、自分がもしその立場で、ね、いざなった時にみんな若いやつが言うんですよ、お願いしますって簡単に打てるか。ヒヤムさんはこう宮本さんに対してどのようなこの印象をお持ちですか。宴会部長、すいません、野球のイメージもありますよ、まあ、もちろんね、なんかあのまあ強かった頃のジャイアンツのあの雰囲気、ムードを作ってるのは宮本さんやっていう、なんかすごく、まあその後はもう高橋さんじゃないですけども、中橋さんからいただいて、そしてで僕から元木に行って、で元木から久典に行ったっていう感じですよ。でもすごくそこ大事で、でもまあそれをできるというのは試合にやっぱり中心選手でないとできないから、まあまあ当時はそれこそまあ桑田さん、槙原さん、斉藤雅樹さんがこの3人の右ピッチャーがいて、で左といえば宮本さんにこうなってたんで、もちろんローテーションねずっと守っててっていうのがあるんですけど、なんか自分のその野球の仕事プラスそっちもなんか掛け持ちしてるっていうイメージがすごくあった。阪神でそういうノリの人っているの？ああ、結構僕はそういうタイプで、選手会長の時はもうここぞとばかりに自分はもうそれ堂々とできるんでやったりとかしてましたけどね。そうそう、で誰かの受け継いだ感じなの？平田さんとか。あ、平田さんはそうかもしれないです ね。みんなにあの先輩方にいじられて、じゃあ俺がみたいな感じとか。でもマイクを持ってどうのこうのというのはあんまりなかったかもしれない。あ、じゃあやっぱり俺ら、はい、そうだよ俺らこの業界にいるっていうのはやっぱそういうのがあるんだよ、はい、あるのあるの。みんな何を求めてるかっていうのを ね、やっぱりちょっと考えちゃう。でも同じ事務所ですよね、本当。そうですよね。2人が出てくるとこうファンが盛り上がる、球場が盛り上がるみたいなイメージはすごく私はあります。ファンの方ってやっぱりね、球場に見に来てくださる方ってやっぱりね、大金を払ってね、見に来てくださったんで、何かやっぱりなんか お土産を持たせて帰りたいなとか、うん、なんかあるじゃん。それってこう、うん、意識してやられてたんですか。いや意識しますよ、意識するするする。だからやっぱりちょっとそこでパフォーマンスとかなんかね、うん、ちょっとガッツポーズもちょっと大きめとか、うん、っていうのはあるじゃないですか。桑田がかっこよかったんですよ、うん、でかっこ悪かったのが槙原ね、あれはかっこいいのこれですか、お前は市木博さんかみたいなね。宮本さんの胴上げ投手のイメージも私すごくあって、 あの時の喜びをマウンド上での、うん、リーグ優勝も日本一も両方ですよね。そうそう、僕ねリーグ優勝した時そうで、で日本一 その年の日本一で翌年のリーグ優勝だから3回連チャンでやったんですよ。すごいな。いやいやもうそんなんそんなんそんなん全然たまたまですよ。気分いいですか。もうこれで野球やらなくていいんだって思うとね、いいよね。終わったみたいな。ね、終わったんですよ。そっちなんですよ。やったいやいや、やっぱりペナント終わった時、ああ終わったみたいな。それやっぱりある。ね。あるある。一番最後に勝って終われるってもう一チームだけじゃないですか。そうそうそうね。ね、うん、はい。巨人阪神でこの伝統の一戦って言われるじゃないですか。はい、昔から。だからそれっていうのはこうなんかお互い選手同士もこう意識し合ったりとかっていうのするんですか。するよね。僕はやっぱり24番意識します。吉野君、はい、あ同じライトだしね。あ、なるほどね。僕入団1年目にタイガースが優勝したんですよ、はい、強い時の阪神の甲子園ったらもうえげつないんですよ。いやもう我々もう飲まれてたもんね、 あの雰囲気に。あ、もう試合どころじゃなかったですよ、太鼓トランペットもすごかったから、あの地鳴りがするようなマウンド立ってもこうおー揺れてる揺れてるっていう、おーっていう感じ。そうなんですか。ね、あのね、今年ね日ハムとね、あの、うん、交流戦甲子園でやったじゃないですか、うん、はいはいはい、でまあやっとちょっとコロナ禍負けて、うん、まだ声援はダメだけどファンがみんな入れるようになったでしょ、うん、5万人、うん、はいはい、であの時ってまあ最下位同士じゃあリーグ阪神最下位、日ハム最下位、最下位同士なのに今季最多のお客さんが入った。あ、そうなの。でそれで日ハムがあの大差で勝っててタイガースが大逆転して、もう途中でそのやっぱり選手たちが浮き足だったりの、それあの僕後でね山田コーチね、ヘッドに電話して、
何試合してるんって、うん、こう言ったんですよ、うんうん、いやもうあれは選手が飲まれてたって。やっぱそうでしょ、山田コーチはやっぱ阪神のねやっぱりあの選手だったしっていうのがあるんですけど、うん、やっぱ日ハムの選手たちはいくら甲子園球児いっぱいいたとしても、うんうん、あの雰囲気はやったことないからみんなおかしかったって。いや絶対そうなんだ。タイガースが強い時というのはタイガースファンもすごいんですよ、はい、で我々もう開門して甲子園が開門して我々練習だから、うんうん、いや練習中からすごいのが飛んでくるんですよ、ですね、うん、はい、味方にもねちょっと調子悪かったら言う、うん、タイガースファンなんか俺これ本当に阪神ファンなのかなとか思ったりとかする時あるから、うんうん、その代わりね、あの活躍するととんでもないぐらいの声援のね、うん、なんかもうあの檜山コールが、まあ、まして僕はライト守ってたんで、うん、他のポジションの選手と違うからやっぱりタイムリーってやなんかね、はい、ホームランとか打って、うんうん、その次の回にねあのライトスタンドからコールあるじゃないですか、うん、やっぱり内野手がコールされると僕はやっぱりライトそのまま目の前なんで、うん、全然違う、そうね、わざとちょっと散らしてわざとね、わざとね、うん、でもうやっとこう何回か言ってあもういいかなと思ってこうありがとうっていう。檜山さんはこの東京ドームっていうのはどういうふうに思われましたか。紳士めっちゃ紳士僕ライト守っててもほとんど野じられたことない、うん、全然、そうで普通に檜山さんとか言われたりとかするから、うん、あれって思ってるんで、あどうもとか。東京ドームでの試合っていうのはなんかこうプレーしやすかったとかっていうのは何かありますか。すぐしやすい、もう僕は野手の立場なんでやっぱり打球が飛ぶから、うん、でまた浜か甲子園は浜風で、はい、もうもろにやっぱり反対の逆風を吹かせられてこうね年間何本もホームランを損してるんで、そうだな、東京ドームはやっぱり行っちゃうんでね、突き刺さるように、はい、なでもやっぱりこれは東京ドームホームランだろうって言ってもやっぱり癖で走ってしまう。あーなるほど、ね、やっぱ走らないと落ちてくるんじゃないかな、か甲子園でやってるとね、うん、それあります。甲子園の左バッターはもう大変ですよ、はい、大変ですよ、はい、バッターからするとバーンって入るからっていう印象だけど、ピッチャーからすると東京ドームいかに抑えるか、そうもう一発警戒がすごいよね。球場でのやりやすさっていうのはあるいやでもで東京ドーム出た時はうわ広いなと思ったよ、うんうん、あ最初できた頃はね、そうですよね、そう最初俺後楽園から入ってるから、はい、後楽園なんです俺最初、後楽園球場は なんだこの狭いのって思ったけど、はい、ドームでうわ広いなと思ったんです、はい、こんなんじゃホームラン打たれねえぜと思ったら、はい、とんでもねえよな、それがどんどん打たれんじゃねえかよみたいな一番プレーしやすかった球場ってどこですか。僕ね結構狭い方好きだった、僕広島市民球場は好きだった、俺好きだった、はい、まああの時はね左バッターが結構多かったんですよ、だから結構投げさせられたんですよ、はい、でもまあまあ多分広島戦は数字は良かったと思うんですよ、江藤だけですよ、 そうか、あの野郎さあの野郎あの野郎俺がこうやってこの前釣りしてんじゃねえんだよ、落合さんみたいなこんなんでさ心深くね、そう、はい、それで打つのよ、はい、俺結構打たれたの、江藤がジェンツ来たのね、はいはい、でジェンツ来て打てなかったの、はい、で結構戦うジェンツ叩かれるから、はいはい、で打てなかったの、そしたら俺取材ってズームインとか取材行ってたら、はいはい、宮本さん、おい、お前大丈夫かよ、宮本さん、ちょっとバッティングピッチャーしてもらいますねふざけんなことやろ宮本さんの顔見たらなんか打てそうな気がふざけんなことやろみたいな